アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。今日本はお盆休みですよ ね、そう、まただ中だと思います。なので、あれ去年も取りに行ったっけな、お盆ってどうだったかちょっと忘れちゃったんだけど、ねうん、夏休みで確かお届けした気がするね。かな、うん、なので結構ね、あのワイキキにも日本からたくさんの方が来て、いらっしゃるので、まあ、今日のこのワイキキの様子をちょっとお届けしたいと思います、うん、あと、まあ、ワイキキビーチもね、うん、こうハワイらしい景色もそうお届けできたらなっていう風に。ちょっともう夕方になり、うん、なってるからちょっとサンセット沈むまでではないけど、だいぶちょっと日も落ちてはきてるんですけど、ちょっと綺麗なワイキキビーチの景色も届けられたらなっていう風に思いますので、楽しみにしててください。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで今ワイキキロイヤルハワイアンセンターの前です、ね。結構人が多く感じることもあるね。夕方になるとワイキキは人が増えてくる、ね、あの昼間はね、人やっぱ少ないの、みんな外に出てってるから。ああああ、だからもう今夜ご飯時、確かにいい匂いがしてくる。そうなので、ワイキキにどんどん人が帰ってきて、どんどんこれからにぎやってきます。今でもさ、タイミング的にちょっと円がさ、まあ、まだまだ円は安いけど、まあね、円安なんだけど、一時のと比べたらだいぶ落ちたよ ね。10円は違うじゃん。10円以上か。もうちょっと違う、多分。大きいよね。大きいね。だいぶ変わると思う。ね。そう。まあ、本当に毎年少しずつだけど、ね、うん、日本からの渡航者数も増えてるし、ね、増えてる。最近本当4000人ぐらいだからさ、いいことだね。昨日あれだね、イベントがあって、あ、そうだそうだ、歩行者天国なんだね。そうだね、そうだそうだ。このHM の前からずっとこのワイキキビーチにかけてクローズになって、クローズになって、多分人も賑わってたと思う。いつだったか忘れたけど、ここのビーチコマンのところにシルクドソレイユが、そう、ハワイにね、ハワイに来るんだよね。常設の、そう、ちょっとそれすごい楽しみ、ね、面白そうだよね。できたらね、ぜひ行きたいな。もともとね、シルクドソレイユちょっと行きたかったから、そうそうそう、それはなんか ね、しかもハワイをテーマにした感じ。そうかなり楽しみ、ね、年内ではないかな、どうなんだろうアップレストアはもうなくなっちゃいました。そう、クローズして今何にも入ってないって感じで、新しいのも入んない。あ、なんかキス並んでる。あ、何か出たんだろう、このなんだろうか、ね、並んでる人が多いのかな。あと、あの、もう並んでるといえばね、今ストゥーシーじゃない。あ、ストゥーシーすごいね。すんごい並んでるよ、ね、あんまり人をね、お店の中に入れないようにしてるっていうのもあるけど、そう、それにしても長田浴びすぎじゃないっていうぐらい並んでて、さあ、ここもなんか一つのにぎわいの目安になってるけど、気づき決まったりでございます。やっぱすごいわ。すごいね、めっちゃ並んでる。これ並んでるの多分さ、まずあれよ、あの、何人ですっていうの、名前と、そう、受付に並んでる。こっから呼ばれるのに時間かかるからね。それすごいわ。いつ来てもすごいよね。すごいね、本当ね。だってすっごい席数あるんだよ。そうそう、ずっと奥まで続いてるけど、これだけ並んでるよね。
はい、からちょっとワイキキビーチに行きたいと思うので、はい、この小道を入ります。あ、ここ広報もなくなったんだね。あ、本当だね、広報だったよね。広報、広報、あれトリーリーショーの、ね、え、どっか移動した、もうなくなったんだ。どうなんだろう。でも今日2万いた時に2万マカスに置いてあデパートには入ってるよね。あ、ごめんね、なくなっちゃったの。そういえば、言われてみれば、ね、ハワイの景色が、はい、ちょうどロイヤルハワイアンホテル、うんうん、このピンクのやつね、そうそう、ちょっと隣なんだけど、左がモアナ、違う、アウトリガーだ、アウトリガー、それの間の道、この前もね、ちょっとここ歩いた時はすごい人だったもんね、うん、めちゃくちゃすごい人、ね、で、波がすごい高くて、あ、そうだそうだ、なんかザブンザブン来てたね、来てたね、砂浜がね、狭くなっちゃった、うん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 、あ、でも今日もすごいね、すごいわすごい人です。これがあとはダイヤルハワイアンホテル、あ、涼しい、気持ちいいね、気持ちいい、すごい人、みんなでもあれだ、サンセットを見ようとしてるから、そうだ ね、まだでもちょっと時間的にはまだなんで、ね、そうだね、ちょうど夕日に、そうそうそう、ダイヤモンドヘッドが照らされて、ね、ちょっと赤くなるんだよね、綺麗、サーファーもいっぱいいるよ、あ、本当だ、ハワイだね。ちょっと波打ち際歩く？そうだ、そうさ、波の音が、ね、聞こえるから。ハワイだね。隣に違ったところで、あの子にも歩く。ちょっと暖かいよね。うん、多分この時間も暖かいと思う。暖かい。暖かいはないんだけど。お、あ、結構冷たい。でも全然入れるけど。ちょうどいいよ。あ、ここの。なんかちょっと濡れた砂浜が気持ちいいね。気持ちいいね、これね。浮か浮かしてる。すごい人だね。すごいわ、そこ見て、ね、みんな並んでるね。サンセットを見て、ね、まあ、ちょっと夏の時期はね、見え、あの落ちるとこは見えないけどね。ちょっとね、右、かなり右の方に来ちゃうから、ね、でも綺麗だよ。あ、あそこあれじゃない？あそこモアナでさ、ちょっとニュースになったじゃん、あの、はいはいはい、手すりがさ、ボンって落ちたやつ、こんな下のとこだったんだ、うん、だった気がする、怪我人なくてよかったよ ね、 よかったね、今思ったけど、この横のさ、ラナイは少しずつ上に上がっていってるのね、だんだんになってるね、ラナイ、え、右側、あ、うん、
ちょっとずつ、まあ、そうやって見えるだけ。7時だからじゃない。各階あるでしょ。あれ各階ある。そう。ちゃんと見えるように斜めになってるんじゃない。重ならないようになってる。多分あんまこんなにまじまじと見ることはない。でもほんとさ、波が強いからかさ、この砂浜がずっと上にさ、反り立ってね。で、こうやってさ、ビーチでゆっくりする場所が少ないよね。ほんと少なくて、この間なんてこれ結構来てたもんね、全然。うんうん、来てたね、そうですね。だからほんと、どんどんさ、詰まってきてるよね。詰まってきてる。水、海がさ。このさ、デュークさんのところでなんか演奏してる、あのパフォーマンスしてる。あ、そういうこと？だから弾いてる。弾いてる？うん、あのデュークさんの像の前で、ほら、歌ってる。ここからちょうどまっすぐの。あー、ギターでね、ほんとだ。すごいね、やっぱ賑わってるね。ねえ、ピンクラインもいっぱい。警察の車もいっぱい。今さ、ツアーのお客さんはさ、どんなところを回ってるの？ツアーのお客さんは、もう今週1週間で、ほぼノース行ったね。やっぱり、ね、ノースシュアーがやっぱりリクエスト多くて、うん、3連チャンノースって感じ。ルタのカイルアも行ったんだけど、はい、あー、はいはいはい。なんか結構ブーキモもやっぱまだ日本人の、ね、観光客に人気あって、人気人気。特に今ね、この今週お盆だからさ、増えてるじゃん、日本人の人も、うんうんうん、だからブーキモ行ったらね、お店の7割ぐらいが日本人の人客になった、けど空いてんの、昔に比べたら。だからそんなに並ばなくても入れる。あの場所がさ、ちょっと気になったもんね。外れた場所になったから、ね、ちょっと行きにくいんだよね。だからレンタカーとかさ、こうやってツアーで組んだりとか、中にはね、あのレンタルバイクとか、あ、はいはいはい、でレンタルバイクで来る人もいるんだけど、ちょっと ね、自転車でも結構遠いんだよね。10分？いや、もう10分では全然行けない。車で10分ぐらいかかるよな。20分とか、はいはい、電動じゃなかったら30分ぐらいとしてはかかるじゃないかな。そう、やっぱまあ、そうやってツアーとかで行けるのが一番いいね。そうだね、まあ、来てもらうのが一番そう効率よくはいける。あ、まあ、あとウーバーとか。あ、はいはい。でももうカイルアからウーバーはちょっとあれだもんね、もったいないから。カイルアタウンまで、まあ、例えばバスとかしばらくで行って、はいはいはい、タウン内でウーバーで動きに行ったら、そんな感じかな。でもノースだったらまあやっぱみんなガーリックシュリンプか。そうですね、ランチはね、もうほぼほぼ決まってガーリックシュリンプで、よくツアーでやるのが、ちっちゃいお子さんとか、うちのツアーはさ、多いからさ、ガーリックとかちょっと食べれないあるじゃん、子供はちょっと別のものがいいで、まあ、大体ポテト好きだから、ハンバーガー屋さんとかでポテトをちょっと調達したいとか、あとは、一軒ね、うどん出してるところもあるんですよ、おうどん。はいはい、あるね。ポケットおうどん出してる。フードトラックのところね。そういうところでおうどん買って、で、まあ、はいはいはい、ガーリックシュリンプのお店で大人とみんなで一緒に食べるとか、そういうのはやってるかな。だからね、ハンバーガー食べたい人もいればさ、なんかみんないろいろ、ガーリックシュリンプばっかりじゃないから、そう、だから、
まあ、いろいろ買ってあの食べるとか、そう、そういうのもできるよね。うんうんうん。でもね、やっぱりね、ガーリックシンクはもう 100% ノースで食べた方がいい。うんうんうん、そうですね。エビの大きさとかさ、量がまた違う。違うし、まあ、値段ももちろん安いし、でもやっぱり美味しい。うん、食べるより全然美味しい。はい、ジェニーズ今外気シンクいくらぐらい？16ドル。おお、安いね。でしょ？外気で16ドル多分食べれんね。食べれないよ。ね、多分20は超える、ね。超える。しかも量もさ、ああ、そっかそっか。本当にお得よ。確かに。うん、すごいな本当に。ねえ、いやからね。ちょっと降ってきた。雨降ってきたね。空は雲ないんだけど。やっぱり夕方から、ね。うん、すごいね。うん、結構お昼前にさ撮ることが多いからさ、うんうんうん、外気の様子とか、確かに前の時も久しぶりにね、夕方、夜行ってすごい人だもん。すごい人。そしてチーズケーキファクトリーもまだすごい人。すごい、もっとじゃない、もっとすごい人、まあ、これからね。はい、ということでちょっとさっと歩いてみましたけど、うん、まあやっぱ夕方だからすごい人、ワイキキは、ね、うん、で日本の方もいっぱい見たし、そう、たくさん歩いてたね。そうで、何よりもチーズケーキファクトリーがものすごい人でして、ただじゃじゃーん、ちょっと中を覗いたら、はい、チーズケーキ美味しそうと思ってでちょっと買っちゃった、まあ、帰ってこれもうあのテイクアウトだったら一瞬、うん、すぐなの、そうそうそう、あの、あの長い長蛇の列に並ばなくてよくて、なのでもう一瞬でゲットして、まあ、チーズケーキだけじゃなくて料理もね頼めるから、うん、だからホテルで、ね、食べるとかだったらもうテイクアウトしてホテルで食べてもいいし、うん、そういう風に、まあ、できるので、ちょっとあの長蛇の列に並びたくないっていう方は裏技じゃないですけど、テイクアウト横からあの列をね通り抜けて、そう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 、あのショーケースの方行けば並んでる列には別に並ばなくて大丈夫の、シュシュシュッと中入っていって、で右手にショーケースがあるのでチーズケーキが並んでる、でそこであのテイクアウト用のあのなんていうのレジがあるから、うん、そこで注文してっていう感じ、ね、すぐ出るからね。そうなんです。ということで今日はあのこれから帰って夜ご飯なのでその後にデザートで、ちなみにこれはあれにしましたよ、バスクチーズケーキ、うん、そういろんな、ね、種類のチーズケーキがあるので、まあ、おすすめはこのバスクチーズケーキと、うん、もう定番のそうオリジナ ル, オリジナルあのチョコケースが食べたけど甘い、ね、そうすごい甘いのが好きな人はいいかもしれないけど、まあ、適度なっていう人だったらもうオリジナルだね、オリジナルか、フレッシュストロベリー、あ、うん、ストロベリーが入ってるやつも美味しい、ね、そうオリジナルにストロベリーが乗ってるやつ、あれが一番おすすめですので、ぜひ食べてみてくださいということで、今日本はお盆真っ只中で、ちょっとねあのニュースではすごい40度とか暑い暑いっていう風に、ね、ちょっと報道を見ますけど、ぜひ熱中症に気をつけていただいて、で今日 の, あのこの動画でちょっとでも爽やかなワイキキ、ね、ハワイ気分を味わっていただけたらなというふうに思います。今日の動画良かったよと思ったらぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、アロハ。